キャビンにやることパート2、コンロの隙間にはゴミが入らないようにしっかり対策しておきましょう。これでバッチリ。埃が溜まりやすい場所はラップを敷いておきましょう。掃除がめっちゃ楽になります。洗濯機のホースも忘れずに。換気扇や通気口にはフィルターを貼ること。入居したての綺麗なうちに汚れ対策。キッチンの排水口の蓋も取ってぬめり対策。アルミホイルを丸めて排水ネットをすれば完璧。入居時にやることリストが欲しい方はコメントください。